ready.私、松井玲奈です。コスプレコンテストの審査員として訪れたホテルで起こったコンテスト主催者でホテルのオーナー桑原瑞希殺人事件の真犯人だと思われた加藤留美は、私は犯人ですって。その包丁だから私違うって。ただの雇われシェフだったみたいです。まあなんていうかややこしいことするんじゃないよ。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。美味しかった。いつまで続けるんだ。いつまでこんな茶番を続けるんだ。あの人出たわね。それは私の妄想で、この殺人事件バヒューッと。ホテルを閉鎖します。皆様早々にお帰りください。コスプレコンテストは何言ってるんだ。できるわけないだろ。中止だ中止。そりゃそうだよね。こちらお下げしますね。ちょっと待って。すみません、もう亡くなっていました。違う、メイドの平松さん。はい。あなたまだ疑われてないよね。私はそんなこと、ただのメイドですから。平松、何やってるの。早く下がれ。すみません、足がすくんじゃって。わかる、その感覚。バカなこと言うな。下がれ、みっともない。久美様。いやー、何そこの二人。ドキドキする。ちょっとジェラシー。お前いい加減なことばかり言うな。なになになに、かばっちゃったりとかして。かなり禁断な感じ。それしてキスの感覚。うそうそ。え、女だよね、あの子。下品な想像するな。俺は女なんだ。久美様、あの、かな子、想像じゃなくて妄想なのよ、平松かな子さん。そのなんだかドキドキする雰囲気。あ、まさしくもわっときた。すいません、お返事がなかったものですから。いいよ、ちょうどシャワー浴びてたんだ。すいません、奥様がこのドレスを。また母さんか。いい加減にしてほしいな。
俺はそういう格好をするつもりはないんだ。言わないだろ。奥様にそうお伝えします。いつも悪いね。いいえ、久美様の気持ち分かりますから。ありがとう、かな子。では失礼します。あ、待ってよ。少し曲がってるよ。ありがとうございます。失礼します。走り去る平松の胸は激しく高鳴っていた。やはり自分の気持ちには嘘がつけないのだった。ギャーってね。そんな切ない気持ちは届かずに。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。そんな格好やめなさいって何度言ったら分かるの。うるせえ、ババア。女の子なのにまたそんな口の利き方して。俺は男でいいんだよ。絶対に母さんはそんなの絶対認めませんよ。うるせえ、クミ。奥様。俺は女として生きなきゃダメか。私はどっちでもいいです。どっちでも。私は今のままの久美様が大好きです。かな子、かな子、かな子。そう、そして久美とかな子の見つめ合う瞳は潤む。そしてふんわりとしたその時が訪れた。久美様。かな子の髪柔らかいな。
そうして私たちは奥様には内緒で一緒の時間を過ごすようになっていきました。もう言わないで。すってき乙女爆発のジュリナの妄想、果たして今度こそ妄想的中なるのかも。だけど